ネットフリックスシリーズ離婚しようよキャストスタッフの皆様です。まずはこの方、本作の主人公、女性にだらしなく能天気で世間知らずのまま育った愛媛の三省議員、庄司泰史を演じられました松坂桃李さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、紹介でこんなに言われたことは初めてです皆さん1、2話をご覧になったということでいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。こんなに面白い作品を、世界の方々、日本の方々含めて、お届けできることを本当に嬉しく思っております。今日は短い時間ですが最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。次に、庄司の妻で連ドラミコちゃんで大ブレイクしたお嫁さんにしたいナンバーワン女優、黒沢優役を演じられました仲里依紗さん、ご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは、仲里依紗です。本当にね、まるで当て書きのような感じの作品だと私はこの間エゴサをしていて、あれ仲里依紗じゃん YouTube やってる時のみたいなのをちょっと発見したりとかして、え、そうなのって私そこで気づいたんですけど、お嫁さんにしたい女優さんナンバーワンなんて、普通に仲里依紗として生きてればなれないので、すごくそうやって肩書きをいただけて役で嬉しかったです。今日は皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、色気ダダ漏れの謎めいた自称アーティスト、加納教授役を演じられました錦戸亮さん、ご挨拶をお願いします。こんにちは、錦戸亮です。今日はお越しいただきありがとうございます。こういう場がですね、僕自身すごく久しぶりで、ちょっと緊張していますが、なんだろうな、楽しめて終われたらいいかなと思ってるので、皆さんも今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、不甲斐ない大使の尻を叩き離婚協議を進めていく敏腕弁護士、印田香織役を演じられました板谷由加さん、ご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは、今日はありがとうございます。尻を叩きましたが、どんどん愛おしくなっていくのが途中可愛く思えてきて、なんかだんだん応援したくなっていったのが面白かったんですけど、私も一気に見まして、とっても楽しくて、台本読んだ時もこれはめちゃくちゃ面白いなと思ったら、まんま本当に映像になっても面白くて、ね、1、2話見られたってことですけど、続きをね、ぜひ本当に楽しみにしていただけたらと思います。今日は楽しんでてください。ありがとうございます。続きまして、選挙戦を争う大使の対立候補、相田豪役を演じられました山本浩二さん、ご挨拶をお願いします。お集まりありがとうございます。短い間ですが一緒に楽しみましょう。1、2話をご覧になったということなので、僕、3話からの登場になると思うので、すごいです、大胸筋がまあお楽しみに。ありがとうございます。続きまして、うさんくさいが腕は立つ、ゆいの担当弁護士、石原ヘンリー契約を演じられました古田新太さん、ご挨拶をお願いします。どうも、今日はお越しいただきありがとうございます。日本の孫元穂こと古田新太です。まあ最後まで見ていただければ分かるんですけど、俺いなくても平気です。もうほぼほぼみんなと絡んでないんで、見どころは一箇所だけ、板谷ちゃんとどっぷりロケをしたシーンがあるんで、これから見るところだと思うんで、それを楽しみにしていてください。それまでもいらないです、あんまり。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、本作の共同脚本のお一人、工藤官九郎さん、ご挨拶をお願いします。 ありがとうございます、工藤です。はい、なんか出る直前に工藤さんのところのネットフリックスのクッションのロゴが逆さになってますって言われたんですけど、なってないんですよ。あれ戻ってどこですかね。
あ、そこだ。あ、よかった。戻し、すみません、ありがとうございます。ほっとしました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そしてですね、最後に工藤さんとともに共同脚本を務められました大石静香さん、ご挨拶お願いします。こんにちは、大石です。皆さん一気見されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、後半ますます面白いのでぜひ宣伝していただきたいなと思います。今日日本では1位らしいんですけど、26日のイベント、成績が悪かったらかっこ悪いなと思ってたんですけど、今日なんかいい成績が出てるそうで本当に幸せに思っています。ぜひぜひ皆さん宣伝してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう今演じられた皆さんからも面白い、面白かったという声たくさんありましたので、後ほどお話たっぷり伺っていきます。ではですね、これからお話伺っていくんですけれども、本日は作品の中で大志と結衣が暮らすお部屋をステージに再現しました。皆様ソファーにおかけください。あ、どうぞどうぞすいません。さあ、では早速お話、まずは松坂さんから伺っていってもよろしいでしょうか。はい、今まで松坂さんが演じられた役にないような役で、今回は女性にだらしなく能天気で世間知らずの参政議員という役柄でしたけれども、はいはい、演じられてみていかがですか。そうですね、最初は怒られないかなってすごい不安でした。怒られない、いや、なんて言うんでしょうね、女性にだらしなく能天気なその議員の役っていうのが、あ、なんかそれをこう世界配信で演じていいのかなっていう、どうなんだろう、結構台本を読むと相当ポンコツだなっていうなかなかのポンコツっぷりだったので、まあでもそこは思い切って楽しく演じさせていただきましたね。はい。でも先ほどね、板谷さんからもだんだん可愛くなってくるという声もあったので、はい、きっとポンコツながらも愛されるそうですね、愛されるキャラになればいいなと思っております。ありがとうございます。そして今回は工藤さんと大石さんの共同脚本ということだったんですけれども、はい、そちらはいかがでしたか。いや、読みながらもう本当に笑いましたし、でも面白いって思う分やるハードルがすごい高いなと常々感じておりました。これをこのシーンどうすればいいんだろうなとかっていうのも思いましたし、あとこの他の方が、その僕が出てないところでも他の方がこれどうやって演じるんだろうとか、それこそ中さんが演じたそのゆいちゃんが、なんて言うんでしょう、商品の裏のところで見て泣けるんですとかっていうのもこれどうするんだろうなとか、相当ハードル高いよなってこう思いながら読ませていただきました。でも本当に話が進むにつれてどんどん面白くなるし、笑えるし、泣けるし、しっとりするし、刺さるしで、なんかすごい本当素敵な本だなと思いましたね。今中さんのそのパッケージの裏を見て泣くというシーンのお話ありましたけれども、はい、中さんはいかがでしたか、共同脚本。いや、もう本当に意地悪と思いましたこれ泣くのどうしようみたいな感じで思ってたんですけど、本番の時に古田さんが大竹しのぶなら泣けるよボソッと、さらにハードルを上げられるような言葉をかけられてあーマジでもう無理と思ってだから頑張ってやりました。はい、ね、この2人が書かれるというのは注目ポイントではあるんですけれども、やっぱり演じられる方は大変という。大変でした。なるほど。続いて中さんにそのまま質問させていただくんですけれども、はいはい、中さんは松坂さん演じる大使の妻で国民的女優という役柄なんですけれども、はい、作品の中で女優さんを演じるというのはどうですか。そうですね、やっぱりこう皆さんご覧の通り私が正統派な感じの女優さんじゃなくて変化球系なので、ちょっとそこはだから私のイメージで、あ、こういう方って国民的だなっていう、自分の国民的の
女優さんをイメージして頑張ったんですけども、家ではめちゃめちゃ仲里依さんっぽい感じじゃないですか、そのね、大使に対して。だから結構それを使い分けるのが結構まあ何面もあるなっていう。でもまあ女優さんって結構さっぱりしてる方が多いので、すごくそこはなんかまあ自分が一番分かるなと思って、まあでも女優さんが女優が女優さんを演じるっていうのがすごくプレッシャーでもありましたし、うん、はい。さらにこう政治家の妻という役どころもプラスされていると思うんですけれども、はい、そちらはどうでしたか。ちょっとそれはですね、なかなかやっぱり全然 お家柄がこう天と地の差なのでだからそれもどうなんだろうなって。本当ロミオとジュリエットバージョンじゃないですか、逆の、そうですね、だからどういう感じでいくのかなと思ったんですけども、はい、そこもまあ、どんどんこう面白くなってくるので、その後皆さん、ね、はい、楽しみに。ポイントの一つではありますね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて錦戸さんに、はい、中さん演じるユイと親密になる色気ダダ漏れの謎めいた自称アーティストという、はい、こちらも特殊な役柄だと思うんですけれども、はい、演じられていかがだったでしょうか。そうですね、あのまあね、役の説明も結構特殊じゃないですか、今おっしゃられたように。だからまあどうやればいいんかなとも思いながら、あの手探りでどうにかそう見えますようにと思いながら、あのお願いしながらやってましたね。だから、はい、どうでしょう、普段の錦戸さんにはそういう一面あるかなって自分ではどう思われますか。そういう一面あるよってこういうとこで堂々という男どう思いますですよね、いや分かんないです、まあ、どうなんですかね。あれぐらいこう自分が信じるものに突き進める強さというのか、そういうのは憧れるのはあるかもしれないですけど、僕はあんなに堂々と生きれたもんじゃないですね、はい、そうなんですね。ではどうでしょう、一緒にこう演じられた中さん、はい、どうですか。色気だだ漏れ感ありますでしょうか。私がやっぱ一番なんか難しい役柄だろうなって、私はその脚本を見た時に思いました。だって最後になるにつれてどんどんなんだろう崩れてくるっていうか、それが難しいんですよね。なんかもう本当振り回してるように、なんか振り回されてるっていう、なんかこう本当に不思議な空間が流れるんですよ。そこがむずこっちもどうしたらいいみたいな感じなるほど、あ相手側としてもそう、こういう人いたらちょっといないから、こういう人、はい、だからいないから難しかったです。なるほど、だから難しいだろうなと思いました、本当に、はい、工藤さんはどうですか、錦戸さん、ご覧色気だだ漏れ、はい、一つのポイントなので今回の役のところ難しいですよね東大出てんですもんね、しかもそうなんです、そうなんです、パチプロで、はい、なかなかそんなやつそして色気ダダ漏れですもんね難しい難しいですよね。でそれプラスまだあのネタバレになるからですけど、はい、すごいね、そうですね、一つ肝心なところがあるじゃないですか、はい、そうですよね、どうすんのよって思いましたじゃあもう戸惑いながら演じられる、ね、錦戸さん、ぜひ皆さん、はい、この先のお話楽しみにしていただければと思います。さあそして板谷さんにお伺いします、はい、敏腕弁護士を演じられましたが、どうでしょう、古田さんとの掛け合いもとても面白く注目ポイントだと思うんですけれども、いかがでしたか。はい、脚本を読んだ時に学生時代というのがありまして、はい、いやー大学生やばいなって思ったんですけど古田さん俺はもうノリノリだったいやすごい楽しい、本当楽しかったです、はい、いい感じにふわっとしてた感じでだったね、画面も、はい、なんか違うドラマ見てるみたいだったもん、はい、そんな感じでしたよね、そこだけ、ね、そして俺デニム履いてたそういや上下上下上下デニムで
そう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 、だからあのシーンは本当にやってて楽しかったです。あの古田さんと一緒で楽しかったです。そうなの、じゃあお二人の掛け合いシーンを、はい、撮影も楽しく、はい、そうですね。あとノースリーブ選手権のシーンがすごい好きです、私。あ、いいですよね。あれすごい好き、いろいろと面白い見どころがあると思います。では続いて山本さんにお伺いしてもいいでしょうか、はい、山本さんは先ほど流れたスペシャル映像の3話以降でとても重要な役を演じられていますけれども、はい、ご自身の役どころと3話以降の見どころを教えていただいてもいいでしょうか。そうだな、まあ、見どころはもうね、ドラマ全体がやっぱりどこを見てもこうどこを切り取っても楽しいし、なんかこうなんていうのかな、ワクワクするし、まあ、でもそうですね、まだ皆さんの前に登場してないとすると、まあ割となんかインパクトあることをこう最初にぶち込んでくる役なので、あの台本見た時にこれ俺以外誰ができるんだろうなってすらちょっと思ったぐらい、いやあの特殊なちょっとあのなんか技術が必要だったりするので、だからこれでもどうしようかなって、そこはちょっとワクワクしましたね。これはどういうふうに仕上がることを想像されてお書きになられてるんだろうかとか、だからちょっと片手間になんかうまいことこうなんかだましだましやった方がいいのか、もうがっつりやった方がいいのかっていうところから、なんかね最初からこう、あこのシーンはちょっとかなり大変になるだろうなっていうのはちょっと感じたんですよ。はい、ただまああとはさっきも言いましたけど、まあ大胸筋のシーンがちょっとありまして、はいはい、あの結構いろんなところから昨日お友達からそこのシーンをこうムービーに撮って、なんか3人ぐらいから LINE が送られてきて、そんな大人気なカットらしいですよ。そうですね、なかなかにまた面白い役どころですもんね。いやだからあれも僕以外誰ができるんだろうなって思うぐらいこう割と胸がまあまあ見てください。そうですね、もう今のお話で皆さんかなり気になられていると思います、はい、ありがとうございます。さあでは古田さんにお伺いします、はい、うさんくさいが腕は立つ弁護士ということですけれども、古田さんも先ほど楽しかったというお話あった板谷さんとの掛け合い、あのどうですか。先ほども申しましたが、はい、俺いるっていう関係だって、ね、で案の定この間あの投資で見させていただいたんですけど、あの今回のこの離婚しようよ、みんないろんな一つまみずつ出てくるんですよ。あの全員集合みたいなのがあんまりなくって、で誰がどうしてるか撮ってるところも見てないし、ね、分かんないんですよ。だから編集終わった後のものを見た時にこれ全部別のドラマなんじゃないかなと登場人物がみんな被ってこないから、で今リーサも言ったけど、あのそのトーリーとやってる時とリョーとやってる時とは全然違うキャラクターだもんね。はい、そうですね。だからこれ何これ、バラバラのドラマをずっと見せられているのかなみたいな感じ、あの監督どういうつもりなんだろうって思いましたねご自身でもそう思われてしまうぐらい。そうですね、もう途中から僕本当に本ストーリーと関係なくなっていくんで勝手な行動をしだすんで、弁護士でも何でもなくなっちゃうんで独特な活躍を確かに、はい、まあそこで楽しんでいただければと思うんですけども、まあ、邪魔だなと思っていただけても OK かないやいやありがとうございます。さあでは工藤さん、大石さんにお伺いします、はい、まずは工藤さんから。本作は交換日記のように交互に脚本を書き継いでいくスタイルで作り上げられたそうですけれども、実際の制作現場というのはどういう感じだったんでしょうか。あの大体どんな話にするかっていう筋書きはどっちかが書いて、はい、できたところでプロデューサーの磯山さんが、じゃあここは大石さん、ここは工藤君っていうふうに分けて割り振ってくれたんです、はい、振り分けられて、赤いところ大石さん、青いところ僕みたいな感じだったんですよ、はい、だから大石さんが3ページ書いたら送ってメールで送ってくれて、それ読んで、あじゃあこの先3ページ僕書いて送ってっていうのをずっとやってましたよね。大井さんすいません、うん、あそうだったなと思って懐かしく思ってましたが、そう本当です。もうなんか本当交換日記っていうのはよく誰が言ったか知りませんけど、本当にちょっとずつちょっとずつ書き出していって、でなんかあの
私面白いことをここで一言言いたいんだけど思い浮かばないから工藤さんお願いねとかって言うと次のが帰ってきた時私のパートのとこも面白いことを工藤さんが埋めといてくれたりしてうわ素敵とか思ってあのそういう感じでそれとかあの古田さんの登場のとこなんかもうすっごい工藤さんが乗ってるので行外もないみたいな見たことないような本でこの弁護士なのにもう意味不明な登場でこちょっとそれで LINE でちょっと意味がよく分かんないんですけどみたいなことを言うと工藤さんがこう電話で説明してくれたりしてでもその工藤さん乗ってる時はね行外もしないし届きももちろんないしみたいなすごいですよ天才とはこういうもんなんだなと思って本当にもうヘンリーのところは意味不明でしたね意味不明でしたというご意見が来てますけどそうです、はい、僕です全部今さっき古田さんが言ったら全部僕ですいらなくねってすみません本当に申し訳ないですそんなお二人のやり取りやいろんなことがあってそうですねでも色気ダダ漏れんとこは ほとんど大石さんですからそうなんですねもうそこはあの入ってこないでみたいな感じでそんなことない大石さんが書いてますから工藤さんはなんかねもう教授のどこがいいんですかねみたいな分からないんです僕俺は全然分かんないっすみたいな感じでしたよだって東大出てバチプロなんですよ分かんないですもんそこでも大石さんがというそこがもう大石さんが全部ちょっとそれも踏まえて見ていくとちょっとまた面白いかもしれないですねはい、はい、ありがとうございましたさあではですね続きまして本日は作中でも何度かありました討論会そちらをこんな形でご用意しました題しまして Yes or No で答える生公開討論会さあこれからですね私が作品にちなんだ Yes No 二択の質問をしますステージにご登壇の皆様は Yes No のフリップでお答えくださいそして会場にご来場の皆様はお手元のそのボタンがあると思いますのでそちらをお持ちいただきましてイエスの場合はボタンをカチャッとオンにしてくださいノーの場合はそうなんですオフにしてくださいで今日はご来場のファンの方々333名の皆様の中からイエスの数を表示いたします果たしてご登壇の皆様の意見は世の中の共感を得るのかもしくは感覚がずれているのか後ほどご登壇の皆様にもご回答いただいた理由もお尋ねしますのでよろしくお願いいたしますさあでは参りましょうまず1問目大使は秘書に何度も絶対にするなと言われますが人にダメと言われるほど反対のことをしたくなる Yes or No さあでは Yes という方したくなるっていう方はカチャッとスイッチをオンにしてくださいね大丈夫でしょうかではご登壇の皆様も一斉にフリップをお上げください、はい、いきますせーのどうぞお、イエスノーノーイエスノーイエス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 の方が少し多いですねはいでは会場の皆様の結果を見てみましょうイエスの数はこちらですお、138ちょっとイエスの方が少ないということですね会場の方はさあではまず松坂さん、はい、あ松坂さん、はい、ノーですねはいノ、ノーです役柄とは反対で全然したくならないいやーやっぱ絶対にするなって言われてるんで、はい、あそれをうち、ね、破った後のことをちょっと想像すると平和に行きたいなと思うんで僕はノーでしたねなるほど、はいあのま、常識的ということなんですかね会場の皆様もノーの方が多いということでさあ板谷さんはいイエスですねもう言われれば言われるほどやりたい方ですあそういうタイプなんですね、はい、反抗したい反抗したい反抗っていうかなんかダメって言われるといいことあるに決まってるやんって思っちゃうんでなるほどちょっと裏をなんかそっち行きたくなっちゃうあ、はい、この質問は結構性格が皆さん分かりやすく出るパターンですねさあでは続いての問題に行ってみましょうかはいあ
ごめんなさい、すいません、はい、すいません、すいません、お聞きしましょうか。いらないです、ないです、僕ノーなんで。ノーということで。ノーなんで僕大丈夫です。真面目なタイプ。なんかごめんなさい、マイク持って挨拶しちゃったので、ごめんなさい。真面目なタイプですね。ありがとうございます。すいません。では皆さん、会場の皆様、一度スイッチオフにお願いいたします。大丈夫でしょうか。一度オフにしてください。さあでは続いての問題参りましょう。2問目、作中のユイと教授のような運命的な出会いを信じますか。イエスの方はカチャッとオンにしてください。ではいきます、せーの、どうぞ。ノー、イエス、ノー、ノー、イエス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 。お、こちらもイエスの方が多い。さあどうなんでしょうか。会場の皆さん、さっきはねあれでしたけど、集計できますでしょうか。では結果どうでしょう。どう、あ、イエスの数はこちらです。お、あ、やっぱり皆さん運命信じるということでしたけれども、では中さん、はい、ノーノーに決まってますよ。お運命は自分で作るんです。あ、なるほど。だから深い。そんな奇跡みたいなことは起きない、努力です。じゃあ演じられてる時はこんなことはないだろうっていう風に思われながら。そうなんですよ、自分の努力次第なので、全て時は回ってるんですね。努力しましょう皆さん。はい、だからもうそうなんですよ。はい、さあでは錦戸さん。あ、僕もノーでした。錦戸さんもノーなんですね。はい、なんかそういうね、劇的な運命的な出会いって、まあすごい良かったらいいと思いますけど、なんかすごい後で後悔しそうな結果になりそうで。ああ、なるほど。なんか怖いじゃないですか、いろいろ。そうで、冷静に、冷静にの方がいいっていう。そうそう、だからもうなんか自分守るためにもうそういうのは信じないようにしようって思っちゃいます。なるほど、うん、はい、じゃあ結構本当に役柄とはお二人とも違うかもしれないですね。はい、そうなんですね、ありがとう。憧れはありますけどね、そういうのにね。あ、ちょっと運命に溺れてみたいという憧れありつつも、はい、冷静に生きた方が、うん、ですね。はい、本当に真面目な性格が伝わってきます。はい、では続いて3問目いきましょう。スイッチを皆さんオフに、すいません、お願いいたします。3問目、離婚協議で対立関係にある弁護士、不甲斐ない大使の尻を叩き離婚協議を進めていく敏腕弁護士、板谷さん演じる印田薫と、何でも分かると受け止めるうさんくさいが腕は立つ古田さん演じる石原ヘンリー K ですが、もし何かで争うのであればどちらに弁護してもらいたいですか。板谷さん演じる印田薫の場合はイエス、古田さん演じる石原ヘンリー K の場合はノーで皆さんお願いいたします。大丈夫でしょうか。ではせーの、どうぞ。イエス、イエス、ノー、ノー、ノー、イエス、イエス。お、意外と石原さんも票を獲得されているということですね。はい、では集計結果見てみましょう。 S の数こちら。あ、板谷さん派が160人。あ、でもそうなんですね。さあではまずは古田さんに伺っていきます。はい、古田さんはイエスということで、イエス、板谷さんの方がいいと。当たり前じゃないですか。誰があんなインチキなやつを信用するんですか。それは自分が勝つことを思えば、それは板谷ちゃんの方が。だって選挙じゃねえや、裁判は勝たないと意味ないですからね。そうですよね。負ける要素を弁護士が持っているって、そんな頼りない話はないわけで。確かに。それは絶対板谷ちゃんの方がいいですよ。はい、さあ大石さんもイエスですね。弁護士は板谷さんの方、印田でしょう。やっぱり、ね、めちゃくちゃなんですか、ヘンリー。タレントなんですよ、その後。そうですね。でもね、一方で脳を上げられている方もいらっしゃるということで、まあ、ヘンリーもなかなか人望がある部分もあるのではないかと思いますが、さあでは続いて4問目に参りましょうか。皆さんスイッチをオフにお願いいたします。はい、第4問、作中で山本浩二さん演じる相田豪は大使のライバルになりますが、あなたにとってライバルと呼べる人はいますか。いる方はイエス、スイッチをオンでお願いいたします。さあ、ではいきましょう、せーの、どうぞ。
イエス、イエス、ノー、ノー、イエス、ノー、イエス、ノー。お、結構分かれましたね、これは。さあ、では集計結果、イエスの数こちらです。ライバルがいるということ、あまりいらっしゃらない。そうなんですね。さあ、ではこちらまず山本さんに伺っていきましょう。お、はい、イエスですね、山本さんは。いや、僕も全員ライバルです。お、あ、うん、全員、全員。それはなぜ、まあ、よく言えば全員からこういろんな刺激をもらうし、自分も与えたいと思うし、だからこそなんかよくあるんだけど、人のことに興味なくなるとライバル心ってなくなるのかなって自分で考えたことがあるんですけど、意外と皆さんあれなんですね、ライバルいないんです ね僕もう常にライバルだらけ、もう子役から何から。子役さんまで、うん、もう全員そうですよ。それだけこう常にこう向上心を持ってってことなんですか。あ、まあ、それだけなんかこう注目して見てるのかもしれないです。街歩いてる人とか周りの人、なんか面白い転び方、つまずき方した人とかもゾクゾクってきますもんね。あれを今度やってみたいって。なるほど、なるほど。だから割とこう全部役に取り入れてるっていう意味では、その皆さんからなんか刺激もらってるっていう意味では、みんなライバルかな。あ、はい、じゃあソーダゴーバリに普段から。いやいやいや、そうですね、はい、ありがとうございます。中さんは反対にノーノーです。理由伺ってもいいですか。ライバルですか。はい、だってなんかいないです。目標としてる人もいないし、はい、なんか自分が良ければなんか自分の世界だから、なんかあんまり周りをもしかしたら見てないのかもしれないです。もうちょっと周りを見れば出てくるのかもしれないけど、あんまり周り見たことなくて。そう、山本さんとはちょっと反対です ね。じゃあそういう部分もなんか、うん、あんまり見てないから多分こうなってるんだと思います。なるほど、はい、皆さんももしかしたら同じ意見かもしれません。会場の方々もありがとうございます。はい、では第5問に参りましょう。スイッチオフにお願いいたします。さあ、第5問。大使の愛媛愛に負けないくらいこよなく愛するものがある。さあ、ではイエスの方、あるという方はスイッチオンでお願いします。愛媛愛くらい、大使の愛媛愛くらい強く愛するもの、ではいきます。せーの、どうぞ。ノーノーノー、イエスイエス、ノーイエスノー。お、ノーが割と多いですね。では会場の皆さんどうだったんでしょうか。イエスの数こちら。わあ、皆さん愛するものが、まあね、皆さん今日こちらにもいらっしゃってくださってますから、皆さんへの愛もあると思います。さあ、ではまずはこちら松坂さんに伺っていきます。はい、松坂さんはイエスですね。はい、イエスです。愛するものがある、まあ、これはもうなんかちょっと恥ずかしいんですけど、その、まあ、家族になっちゃいますね。最近子供生まれて。そうなんですよね。それはそうですね。そうなんですよね。になっちゃいましたね。はい、納得の答えいただきました。ありがとうございます。いやいや、ではノーという工藤さん伺っていいですか。すいません、家族いるんですけどね。ね、ノーにしちゃったんですよ。あれ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 。すいません。まあ、まあ、ご家族に限らず。そうそうですね。こ、今なんとなくこうしといていいですか。多分流れで、流れで映っちゃうこともあるかもしれない。明日の朝とか思い出しましたね。ええ、ご家族、あの明日の朝流れちゃうとまずいなと思って、なぜかこうしてていいですか。はい、はい、イエスです。すいません、ありがとうございます。では錦戸さんに伺いましょう。錦戸さんは、はい、ノーです。なんでで、なんででしょうか。なんかもうイエスってあげたら理由聞かれるのが緊張して怖くて、もうノーしかあげれてないですよ。なるほど。そう、でもね、え、何でしたっけ、あの、あ、愛ですよね。はい、こよなく愛するもの。僕も大阪出身で、はい、大阪のこと大好きでよく帰るんですけど、だって大使は毎週帰ってるんですもんね。僕そんなに帰ってないですもん。そこに比べるとっていう、はい、そうです、どうしても、じゃあ負けちゃうな、じゃあノーにしとこうって思ったら当てられちゃったパターンです。でも大丈夫です、はい、ちゃんとした理由がありますんで。 ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、そういうことでそろそろお時間となってしまいました。最後にですね、キャストスタッフを代表して松坂さん、中さん、工藤さん、大石さんから作品の魅力とともに皆様に向けてメッセージをお願いします。まずはでは松坂さん、お願いいたします。はい、皆さん本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。こんなに夢のようなキャストと脚本家の方と、ものすごく素敵な作品ができたんじゃないかなと思っております。3話4話以降本当にどん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 面白くなっていくので、ぜひ皆さん、一気に見てもいいし、普通の連ドラのように週1回見てもいいし、好きなタイミングで好きな時間好きなだけ、この作品を見ていただけると本当に嬉しいです。2回目2週目3週目以降も、見ていただけるとなお嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では続いて中さん、お願いいたします。はい、皆さん本当に今日はお越しいただきありがとうございました。本当にもう工藤さん、大石さん、スタッフの皆さん、キャストの皆さんの愛が本当に詰まったこの作品を、皆さんのおかげで、今あのネットフリックスで1位を取ることができて本当にありがとうございますと伝えたいのと、そしてまた3話以降も本当に面白くなっていきますし、私はもう何週も見てます。もうそれぐらいなんだろう、あの時のこのとなんかシーンってどうだったっけって、面白かったよなってこう見た人と話しててもう一回そこを再生したりとかしたり、なんかそういう楽しみ方だったりあるので、皆様もぜひどんどん周りの方に広めていっていただいて、何週も何週もこの作品を愛していただければ嬉しいなと思います。最後にかしこみかしこみお願いします。ありがとうございます。さあでは続いて工藤さん、お願いいたします。はい、プロデューサーの久山さんから最初にラブストーリーを書きませんかと言われて、それが離婚から始まるラブストーリーだったら書けるかもしれないって言って、で僕も久しぶりに見返したんですけど本当にそうなってて、やっぱり最初に言ったことって大事だなと思いました。で大石さんと一緒に書かせていただいて、たくさん見どころもあります。まず皆さん今2話までしか見てないってことですよね。あれですか、相田さんの結婚式のシーンって3話でしたっけ。あ、4話ですか。あ、もうすごいですぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあでは最後に大石さん、お願いいたします。工藤さんのセンスについていけるかどうかっていうのはすごい不安で、この仕事を受けた時もハラハラしたんですけれども、やってよかったなって今日は思ってます。幸せな気持ちになりました。それと私、古田さんと錦戸さん以外は全部皆さん2回目以上なんですけれど、なんかじゃあちょっと大変語弊があるんですけど、今回は本当に役者の芝居が密度が濃いっていうか、じゃあ前が薄かったかっていうとちょっと問題あるんですけど、まあ、今回本当に皆さん見たことない濃いなんていうか命かけた芝居っていうのを見て、それも皆さんぜひ味わっていただきたいと思います。ぜひぜひ宣伝をしてください。以上です。ありがとうございました。ネットフリックスシリーズ離婚しようよはすでに世界独占配信を開始しております。ぜひ皆さん続きをお楽しみください。本日はお越しいただきましてありがとうございました。今一度皆さんに大きな拍手をお願いいたします。